ロー&こどもチャンネル。電車のロボットの指はシンカリオンだぜ。チェンジシンカリオン。かっこいい。カセシンカリオン、いいファイン、アエルさん、まだ行くぞ。チェンジシンカリオン。完成、シンカリオン E6 コマチ。まだまだいるぞ。シューチェンジシンカリオン。完成、シンカリオン E7 輝き。電車のロボットは俺たちが最強だ。ちょっと待て、電車のロボットはここにもいるぞ。嬉しがったい。特急を。新幹線の方が強いぞ。行くぞ。おりゃーおりゃー。キャー。取れた。イエーイ、俺たちの勝ちや。くそ、今度は俺が相手だ。行くぞ。ダダダダダダ。そんな攻撃は効かないぞ。何？呪文だ。あっぱやられた。そう、みんなの敵を討ち得るぞ。どういう攻撃だ。やられた。やったぜ。俺たちみんな電車のロボットだ。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、電車ロボット対決ということで、新カリオン対後ろのね、特急をという形でね、まあ最後なぜかやられた2人がね戻ってきて、みんな電車のロボットだちゃんちゃんっていう感じなんですけどね。特急を、なんか特急を最初かっこ悪いなと思ってたんだけど、だんだんこう見慣れるね、見慣れてきて、な、不思議なもので、かっこよく見えてくるから。おかしいな、足がすごい長いけどね。まさかの輝きが勝つとは、ね、最後にね、輝きがね、おお、落としちゃった。輝きが勝って、一応シンカリオンの方が強かったっていうことかな。、はい、まさかのリーダーのハヤブサが負けるとは。リーダーのハヤブサが負けちゃったね。またロボット対決もね、また今度はやってみようかな。今度はあれだね、またなんだっけ、仮面ライダーのロボットなんだっけ、タイムマジーン。あ、そうそうそう、タイムマジーンもねちょっとやろうか、うん、とか違う変態のロボットとかもね、やってみようか。ルパンカイザー、ルパンカイザーね、パトロン1号、パトカイザーか、うん、かね、ちょっとやってみようかな。面白いよね。うん、じゃあ次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしく、グッドボタンよろしくお願いします。ドゥー。